ベトナム国営各紙によると、南シナ海のパラセル中国名西砂諸島付近で、3日夜、ベトナム漁船が国籍不明の船に体当たりされて転覆した。乗っていた34人は海に飛び込み、4日朝、別のベトナム漁船に船員救助された。国営紙ドイチェ電子版は、中部クアンナム省の当局者の話として、体当たりしたのは中国船と伝えた。パラセル諸島は中国が実効支配しているが、ベトナムなども領有権を主張している。各紙によると、漁船は体当たりを受けた後、数分で転覆した。体当たりした船は、救助作業をせずに現場を離れたという。